こんにちは。こんにちは。今ちゃんです。さっちゃんです。よろしくお願いします。本日の動画では何を紹介しますか？はい、今回は、注文住宅で建てる際におすすめの設備をご紹介します。イエーイ。実際に今後ろに立っているこの2棟のモデルハウスで採用されている設備を、はい、実際に見ながら一緒にご紹介いただければと思いますので、はい、ぜひ注文住宅建てる際は参考にしていただければと思います。思います。よろしくお願いします。お願いします。まず最初のおすすめはこちらの深型食洗機です。開けちゃいます。ディディーン。普通は朝型食洗機になるんですけれども、こちらはわかりますかね、この深さ朝型よりも若干深くなっています。で、何がおすすめかというと、こちら中たくさん入るっていうのはもちろんなんですけども、朝型より深さがあるので縦が長いようなフライパンだったりとか大きいお皿とかも朝型には入らないものも深型であれば入れることができるのでおすすめです。次にご紹介しますのがアイランドキッチンです。アイランドキッチンっていうのはアイランド島ということで周りを一周することができます。一周することができるのはどんなメリットかと言いますと、左右どちらからもリビングに行けるっていうところだったりとか、来客の際に隣にインターホンがあるんですけども、すぐに対応ができる。もしここが壁だとぐるっと回ってから来ないといけないんですけど、これもアイランドキッチンの特徴となります。リビングからの視界も良いので、お子さんが遊んでる時もキッチンで作業しながら見ることができます。あとはパントリー、後ろにパントリーも設けているんですけど、壁付けにしないことでキッチンからもう一歩二歩ぐらいで食材とかを取れることができます。それもアイランドキッチンの特徴となります。それでは次にご紹介するのがプライベートテラスになります。一応こちらがプライベートテラスになってまして、小上がりの先に続いております。で、この小上がりが名称がヌックという呼ばれておりまして、一応こんな感じで座ることもできます。リビングとつなげるためにあえてヌックを今回は採用してます。はい、じゃあそれでは外に行ってみましょう。こちらがプライベートテラスになります。10畳ぐらいのテラスになります。なのでソファーを置いても全然快適に過ごせます。で、プライベートテラスの特徴としましては壁を高く設けております。はい、なので、周り のお隣の方からの目線も気にせずにおうち時間を楽しむことができます。もう一つ特徴としては、床を今回上げております。上げることで雨が降った際も隙間から水が、落ちてくれるので、そのまま流れていくような仕組みになってます。一応こっちに蛇口が、水栓もつけているので、夏だったりとかプール遊びとかしても楽しんでいただけるかなと思います。コンセントもありますので、バーベキューとかもすることも可能です。このプライベートテラスには、入り口が2つありまして、今入ってきたところとこちら入り口が2つありまして、この先が洗面所になってます。なので洗濯物を干したりするときもこっちから移動することができるので使いやすいかなと思います。以上が、プライベートテラスのポイントとなります。続いて紹介するのはこちらの私の頭上にあるココタスというエアコンになります。このココタスというちっちゃいですがエアコンになっておりまして、こういった今は私廊下にいてるんですけれども、普通の大きいエアコンを置けないような小スペースに置けるエアコンになっています。ちっちゃいんですけど夏場とかはもう全然これで十分なくらい涼しくなりますし、冬場も結構廊下って冷えると思うんですけど、あったかくすることができます。で、こちらにももう一個ココタスがついています。で、ここは洗面脱衣室になっていまして、お風呂上がりだったりちょっと冷え切っちゃう時とか、暑い時とかにこれをつけていれば快適になると思うので、
おすすめです。でここだけじゃなくて、トイレだったりとかキッチンだったりとか見つける方が多いんですけれども、そういうエアコンをつけれないようなところにこのちっちゃいココタスをつけるっていうのがおすすめです。続いて、紹介するのはこちらのカンタくんです。カンタくんはですね、乾燥機になるんですけれども、大阪ガスさんが提供している商品になってまして、結構 SNS とかでもうバズっている商品になるんですけれども、うちの YouTube でもですね、なんと 2.7 万回現状で再生されている動画で詳しく新商品の方を説明してますので、そちらをぜひご覧ください。続いてが玄関手洗いになります。で玄関手洗いは、玄関から帰ってきてすぐそばにあることを言うんですけども、うちでは、ただいま手洗いと呼んでますただいま手洗いをつけるメリットとしましては、帰宅後すぐに手を洗うことができるので部屋までに菌を持ち込まないことがメリットになります。あとは、鏡とかをつけると身支度、その玄関に出る前に一旦ちょっと鏡でチェックをしてそのまま外出できるっていうのもメリットになります。以上が玄関手洗いのメリットとなります。続いて紹介するのがこちらに見えているビルトインガレージになります。その名の通りガレージっていう名なので車庫になるんですけれども、こんな感じで広々使っていただけます。でこちらの実際に使う際のおすすめの使い方としてはこんな感じで、これは結構キャンプが好きな方の使い方なんですけれども、こういう感じでキャンプギアを置いていただいたりとか、収納スペースにはもちろんなんですけれども、実際にここでちょっとキャンプ遊びじゃないですけれども、ちょっとバーベキューしたりとか、実際にここでもできるように広くスペースを取っています。でまたこちらにはですね、見えますかね、水栓がありますので水遊びだったりとか、ここでちょっと手洗うとかそういう使い方もできるようにしております。なので、車庫っていうのは車を止めるだけのイメージがあられるかもしれないんですけれども、いろんな、趣味のスペースとしても使えるようにしております。で一応このモデルハウス の間取りとしては、こちらが奥がリビングになっておりまして、リビングから愛車を見れるような設計にしております。でこっちにシャッターがあるんですけども、ここ自動でシャッターが降りてくるようになっておりまして、雨風をしのげられるっていうのもビルトインガレージのいいところになります。続いてのおすすめはこちら、見るからにおしゃれな吹き抜け、さらにこのスケルトン階段になります。玄関入ってすぐのスペースにはなっているんですけれども、玄関帰ってきてお家に帰ってきて一番先に目に入るのがおしゃれなスペースだとちょっとテンション上がりますよねっていうのを、コンセプトにしておりまして、でさらにこの階段をスケルトン階段と呼ばれるこの手すりの部分がアイアン調になっていまして、奥が抜ける形に見えるようになっていますので、さらにこの吹き抜けの抜けている感じっていうのをかっこよさを倍増させているかなと思います。なので結構玄関入ってすぐのところをちょっとおしゃれにするっていうのがおすすめです。はい、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。本日は注文住宅を建てる際にぜひ参考にしてほしい、設備をご紹介いたしました。はい、はい、ぜひ、参考にいただければ幸いです。今日ご紹介した、コンセプトハウスが、見学できるんですけども、今美浜ホームでは来場予約キャンペーンというのをやっております。ご来場いただいた際は、最大2万円分のクオカードをプレゼントしております。はい、ですのでこの機会にぜひ、足を運んでください。はい、お待ちしております。はい、では、この動画がいいと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。